山梨県立医学専門学校は1944年に設立された公立の旧制医学専門学校。第二次世界大戦末期の空襲で校舎、設備を消失し1947年に廃校となった。本校では1945年に併設された山梨県立女子医学専門学校についても記述する以下。 山梨遺跡と共通の事項は省略する。山梨県立医学専門学校の開校時は、甲府市や大沼にあった、私立甲府商業学校の校舎を使用した。翌1945年開校の山梨県立女子医学専門学校も、同校地を使用したが、開校式翌日の甲府空襲で、校舎は全焼した。第二次世界大戦終戦後は、遺跡、女子遺跡ともに、 県内東厚城郡伊沢町の山梨県立農産学校に曲がりしたが、1946年5月には、甲府市甲府中町の旧陸軍63部隊兵舎に移転し、廃校まで使用した。旧青沼高地は1946年6月に、山梨県から私立甲府商業学校に返還された。現在、跡地は甲府市総合市民会館となっている。 甲府西基町にあった山梨県病院を遺線付属委員とした。付属委員は1945年7月の空襲で全焼した。ありがとうございます。